皆さんこんにちは、さくチャンネルです。さくチャンネルへようこそ。というわけで今回は、みんなが多分見たことある、知ってると思うんですけど、ハウルの動く城の、ベーコンエッグを作っていきたいと思います。イエイ。知ってますか、ベーコンエッグ。あのハウルの城の、あのハウルがね作ってた、あのまあ要するにジブリ飯ですよ。私はジブリ飯を作りたくて、今回はねちょっと挑戦してみたいと思います。それではレッツゴー。でまずね手を洗います。最近またちょっと流行りだしてるから怖いからね、ちょっとねエアコンと事務所のクーラーが壊れたんですよ。だからさっき扇風機をつけてたんですけど、ちょっと消したからもしかしたら暑いかもしれない。今回用意するのはベーコンと、厚切りのねブロックのベーコンと、こちらの卵と、あとはオリーブオイルですね。じゃあ作っていきます。ハウルの動く城で美味しそうなんですよ。なんか描写がすごく美味しそうで、開かない、開け、なんか開け、開かない、なんでこんなに開かないんだろう。ほっ、開いた、開け開け。はい、こちら本当はもうちょっと大きいんですよ。もうちょっと大きいの、何このピンクの汁、ベーコン本当はこんくらいあった方がいいんですけど、今日はこっちなんか小さくしました。包丁で、まあ、火が通りやすい大きさに切っていきます。でなんかピーはベーコン食べないらしいので私だけにします。はい、こんな感じでもう一枚切ろうかな。オリーブオイルでやっていきます。こんくらいの、なんか変わっ、これですか、なんかプロデューサーの家のオリーブオイルがいいやつ、いいやつになりました。すごい高そうです。これをちょっとね、あ、ちょっとじゃなかったです、ごめんなさい、ちょっとじゃなかった、いいやつやね、いいやついいやついっぱい使っちゃいました。が、まあ卵がね後でちょっとこびりつくかもしれないので、ただベーコン、いや移動させようとしたら触っちゃった。あ、まず片面をね焼いていきます。めっちゃ飛びますねめっちゃ飛ぶけど、ベーコンってあれなんですか、生でか、生っていうか普通に食べれるんですかね。ハムはわかるけど、なんかベーコンって勇気いる気がする。火通さないと食べれないイメージがある。なんかウサギみたいな形してます。ほら、わかります。ウサギじゃない。横から見たウサギ。ジブリの中で何が好きか。なんか色いっぱい好きですけど、ジブリの中だったら、え、何が好きですかね。うーん、めちゃくちゃハマったのはもののけ姫ですかねわかんない、もののけ姫なんか世界観が好きなんですよ。なんかそれでジブリ飯で言うと、あの自己棒のお雑煮、お雑炊、お雑煮じゃない、自己棒の雑炊がめちゃくちゃ美味しそうに感じて、わかります、めっちゃ美味しそうだなって、再現してる人もいて私もやりたいなって思ってます。意外じゃないですか、もののけ姫っていうの、なんか魔女の宅急便とか言いそうだけど、なんかもののけ姫とか、あとあんまりあのなんだろう、見てない、しばらく見てないけど、小栗小坂からとか好きですね。小栗小坂からなのかな、ちょっとそこも忘れちゃったんですけど、
なんか好きですね。はい、ということでベーコンが焼けました。こんな感じ飛びます。はい、で一回切って、一回お皿にね、ちょっとそしたら卵焼いていきます。これベーコン乗せるのでちょっと考えないといけない。乗せれてないけど、でここにベーコンを入れます。お、めっちゃハウルじゃん。わかります？こんなシーンあった？ありました、あるんですよ、めっちゃハウル。はい、ということでもうちょっと余熱で大丈夫。焦げてないよね。あ、ちょっと焦げてきてるので終わり。はい、ということでハウルの動く城のエーコンベックエーコンベックってハウルの城のベーコンエッグの完成、イエーイ。ということで食べるシーンに移りたいと思います。はい、はい、というわけでできました。こちらがベーコンエッグですね。そしてハウルの動く城のマルクルが言ってた掛け声というか、いただきますの合図があるんですけど、言ってみたいと思います。うましかてー、いただきます。ベーコンがでかい。安定に美味しいですね。だし、なんかいつも薄切りのベーコンなんですけど、厚切りを自分で切ってやると自分の好きな厚さにできるのでいいと思います。はいん、卵いい感じじゃないですか。めっちゃ卵がいい感じに、美味しいです。はい、ということで、ベーコンエッグでした。ハウルのね城見て美味しそうだなと思ってたので作れてよかったです。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、いいねボタン、そしてコメントもね読んでますので、そちらもお願いいたします。はい、それではさくチャンネルでした。バイバイ。